JSR 株式会社は日本の化学メーカーである。1957年、合成ゴムの国産化を目指して政府及び関連民間企業の出資によって設立された国策会社、日本合成ゴム株式会社を前身とする。1969年に完全民営化し、事業の多角化を進める。創立40周年を迎えた1997年。 現社名に称号変更した。高分子化学分野で培った研究開発力を活かして技術革新を進め、ファインケミカル・ライフサイエンスを第2、第3の収益柱としている。新越科学・日東電工と並び、科学業界屈指の高収益企業である。企業理念は、マテリアルズ・イノベーション、合成ゴムで世界5位、日本国内首位。 既存の石油化学系材料ではなく、半導体系材料や液晶表示系材料などの情報電子材料に注力し収益を伸ばしている。液晶ディスプレイ用材料で世界トップシェアの製品が数種あるほか、半導体関連では、ホトリソグラフィ工程に用いるフォトレジストが世界トップシリコンウェハーを加工する CMP 工程に用いる CMP スラリー。 CMP パッドも新たな収益源に成長しつつある。また、優れた、光学特性を有する樹脂を開発し、光ファイバー用コーティング剤や、光学接着剤、透明樹脂などでも高いシェアを持つ。2006年1月には、ホンダ技研工業との燃料電池用材料、共同開発の進展を発表。同年2月には、米 IBM との半導体製造技術、 共同研究による最先端の成果を発表するなど時代の材料開発を推進し2017年度にはライフサイエンス分野を第3の収益の柱と位置づけている。ありがとうございます。